以下のいずれかを意味する。ドイツで生産される自動車ドイツを本拠とする企業、ブランドによって販売される自動車ドイツ資本が、所有する企業、ブランドによって販売される、すべての自動車2004年には、1が約600万台、2の内ドイツ国外で生産されたものが約480万台であった。これらの合計が、抗議のドイツ車に該当する。3の定義では、 イギリスのミニア、ロールスロイス、イタリアのランボルギーニア、スペインのセアトなども含まれ、その場合、西ヨーロッパにおける、ドイツ車のシェアは46.9%に達する。同会による統計では、ダイムラーの三菱不装トラックバスが生産する、自動車もドイツ車の範疇である。1949年から1990年まで、ドイツは、 西ドイツと東ドイツに分断されていたが、この期間に北米をはじめ世界各国に向けて盛んに輸出され、生産台数を伸ばしていた。ドイツ車はもっぱら西ドイツ製であった。自動車産業はドイツの基幹産業である。ドイツ人非雇用者の7人に1人、ドイツの輸出の40%が自動車に関連している。2006年。 ドイツの年間自動車生産台数は582万台で、日本、アメリカ合衆国、中国に次ぐ世界第4位であった。特ブランド車としては、西ヨーロッパ全体での生産台数が約749万台、メキシコを含む北米での生産台数が約349万台、中央ロシアでの生産台数が約98万台などとなっている。 2005年、世界最大の自動車市場である、アメリカ合衆国における独ブランド車の販売台数は、前年比1.5%減の約87万台で、市場シェアは0.1%減の5.1%であった。ブランド別の市場シェアは BM、BMW が1.8%、フォルクスワーゲンとメルセデス・ベンツがそれぞれ1.3%である。 原産国別乗用車輸入実績に見る、ドイツ製自動車の輸入台数は109,969台、金額にして約4,600億円である。ドイツ製自動車の輸入台数は、輸入車全体の38.7%を占めるに、過ぎないが、これは、ベストセラーである、ドイツブランド車の多くが、非ドイツ製であることに起因する。一例として、 日本で販売されている、フォルクスワーゲンゴルフ、BMW3 シリーズや、メルセデスベンツ C クラスの多くは、南アフリカ製であるほか、一部には、アメリカ製やメキシコ製、チェコ製、スペイン製、フィンランド製のものも存在する。自動車関連製品の貿易では、ドイツからの輸入が約39.3億ユーロ、ドイツへの輸出が約38.9億ユーロ、 ほぼ均衡している。BMW3 シリーズアウディ TT コープ、フォルクスワーゲンゴルフ。ありがとうございます。